でかいよこれ。はあ。うわ気持ち悪い。それトドだよ。ギュンギュンササビフィッシング。ほら絶対言うのがあるの佐々木でーす。小さいもうやってるから。あ、スタッドフィッシングしてる。やってるから。やってるね。だからちょっと声小さめ ね、 そうね。でね、今日は勝山のかかりつりセンターに来てます。はい、合ってる合ってる合ってるでしょ。言えてる。なんで笑ったの。言えてる。言えてた。噛むと思った。釣りは久しぶりじゃない。久しぶりだよ。ここもやっぱいるのかね。ボラボラボラ結構いるっぽいですよ。いるんだ。でね、結構ね、うん、アイゴがでかいの釣れるらしくて、ちょっとアイゴにピント合っちゃってる。クロダイ釣り来たのに。クロダイ、まあクロダイもちろん釣ります。あ、なんか餌取られてるね。まあ、とりあえず早速やってみよう。はい、キンキュン。餌をね、混ぜていきたいと思いますよ。パワー団子チヌ、これ3キロ。バク寄せチヌも半分。濁りおから3分の1。粗挽きさなぎ1キロ。半分で、これ2キロの半分。メガミックスチヌ、これ3分の1だね。ここのポイント、イワシがすごいいっぱいいたんで、ベイトでね、泳いでるんで、これね、イワシ粉末、純正イワシ粉末、入れてみたいと思います。これ全部入れちゃおうか。よし。で、これで混ぜます。混ぜますね。これ混ぜるときね、この手袋を使うと、爪の間に入んないから。よし、こんなもんかな。で、これで半分に分けます、ね、大体半分だね。こういっといて、これに水入れます。今日半分入れちゃっていいな。なんだ。あれ引いてるぞ。あれ手で釣り上げちゃったよ俺。ほら、あ、メジナ。しかもかかってるの早かったんだけど。あ、いい。メジナ。でかいんじゃないの、これ。そこそこ。でか。何これ。首振らないと。疲れる。
手首痛い。早くも。何？痛い。あ、黒ネギじゃないの？あ、終わったよ。あ、そっち行っちゃダメ。そっち行っちゃダメ。そっち行っちゃダメ。深いな。手首痛い。何これ？手首痛い。あ、切れないでよ。相当巻いたけどな。出ちゃうんだよ。上来ると。ああ。こっち。あ、いた。ボラ。でか。ボラ。またボラ。いた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 。ボラ。あはは。手首痛い。あ、いたいたいた。どこ行っても僕はボラ。あ、いた、でかっ。超でけえ。でかいよこれ。あ、気持ち悪い。それトドだよ。超でけえ。超でけえ。はい、取れる。でっかでかい。でかすぎるこれ。ボラですよ。わかりました。の時勝手にかかったやつ。気がして復活したのに。でもそんなでかくちっちゃくない。でかくない。お、びっくり。違うじゃん。違う。おっさん、そんなのいる。おっさん一応持っていこう。前から当たってた。おお、走る走る。お、メジナ。メジナもこれぐらいだったら取っといた方がいいのかな。一応取っといた。飲んでなかったら大丈夫みたいな。ファンの皆様、レジナお待たせしました。あれ、レジナなの？あ、違う。お、違うよ。またやだよ。オッケー、じゃあ手いい。ほら、手がいるよ。手がいる。手がいたね。マデーでした。これ、20席だな。あ、しかも見て、すげ。はい、リリースです。かわいそうね。あ、綺麗な鯛だね。ありがとうございました。ちょっと釣りに集中できなくなって、なんか当たり欲しいなって時にこのボイルオキアミがいい癒しに
ゃあ2、3個ちょうだい。その当たり忘れちゃうじゃん。その当たりの忘れるのを防止する。キュンキュン。はい、入ってきました。もう釣れない。勝山の洗礼受けました。マダイの後にメジダ1枚追加したんですが、カメラ回ってませんでした。で、最後の最後にカメラまた回ってなかったんですが、スビレさんね、もうカワハギ1枚で終わっちゃって、まあだいぶね、へこんでました。で、そこで当たりを求めて、うなぎを釣りに行きたいということなので、行ってきます。今度行くとこ、場所は公開できないんですが、僕らの中でうなぎの釣り堀と言ってる場所があります。もうそこで当たりのイワシを求めて行ってきたいと思います。次回の動画はうなぎ釣りです。楽しみにしててください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。チャオー。